はい、皆さんこんにちは。困った時の当番の時間でございます。はい、どうも。最近俺ね、一人で来るんですよ。ご苦労様、お忙しいですね。ごめんなさい、どうもありがとうございます。はい、でね、今日は久しぶりに選挙から離れようと思ってるんですよ。ずっと選挙話してるんですよ。そうだね、選挙の話で言ったけど、選挙が熱いからね、いっぱいあるんだけど、でもね、今考えなきゃいけないのはテロと北朝鮮情勢だと思うんだ。困った時って、これね、真面目に理解してもらうと、日本は大きな間違ったね行動を取ってしまうということで、北朝鮮問題とテロの真実を話そうと思います。はい、いいですか。はい、これ重要でしょ。だってね、北朝鮮が本当に危険なのかとか、そういうことも含めて、今の日本と国際情勢の話もしましょうということですね。はい、皆さんね、これ炎上させないようにお願いしますね。これがね、僕らの知ってるアメリカでの事実ということでやってみたいと思います。さあ、それでは行きましょうか。はい、はい、ハロウィン真っ最中行きましょう。困った時の110番当番、はい、うん、なんか忙しいような形で話しましたけど、それでね、みゆ、はい、ちゃんじゃ質問します。今の北朝鮮と日本の関係を、うん、あなたはほら俺とも話してるし、ね、うん、アメリカにいるから、うん、どんな感じだと思います、北朝鮮と日本の関係。まあ、今あんまりしっくりいってないんだと思うんですよね。と、はいはい、いうのがやっぱほら、小泉さんが、小泉首相が一時期ほら、はいはい、キム・ジョイルの時にうまくこうね、うん、あれをしようとした時に、うん、その時の外務大臣だった安倍総理が、外務大臣じゃなくて官房長官だね、官房長官の、うんうんうん、あの安倍総理がもう、いい、返さなくていいっつって返さなくて、それはそれなんだけど、それで約束破っちゃって、ね、うん、安倍総理が総理になったから、だから、そう、難しい。これね、はっきり言っておかなきゃいけないのは、ね、うん、それがいい悪いじゃないんだよ。でも約束破ったのは、うん、たから安倍さんなんだね。罰がちょっと悪いかな、うん、約束したのが小泉さんで、約束破ったのは安倍さんだってことは事実なんだよ。うん、まあね、だからそれをね、約束破ったっていいよ、だってさ、北朝鮮が悪いんだからっていうのは、うん、これ日本の主張で、世の中は、うん、世界はね、そういうの通用しないの、うん、これね、分かんなきゃ、日本人はね、うん、でそういうことがあったということ、ね、そういうこと、これ事実の関係なんだよね。でだからね、うん、あれが結びづらくなっちゃった、ね、だから北朝鮮は今核保有国なんです。もうどうやったって、うん、まずこれ重要なこと ね、で、うん、アメリカを攻撃できるだけの水爆も持ってるし、核弾頭も全部あるんです。これも正直言って、で、潜水艦に搭載して、うん、ハワイとかグアムとかサンフランシスコ沖に潜水艦展開してることの事実なんです、うんうん、だからアメリカは北朝鮮を攻撃したら間違いなく報復を受ける、うん、だからそれプラス、うん、なんていうのかな、北朝鮮味方が多いんだね。そうなんだよね、実は。で、ヨーロッパがみんな北朝鮮の味方だった、うん、だからさ、北朝鮮を嫌ってるのは日本とアメリカが特にそうであって、他の国はアメリカの方を嫌ってるってこと、うん、そうなんだよね。そうなんだよ。でやっぱりアメリカっていうのはさ、ほら、うん、あっちのヨーロッパから来た人たちが作ったね、新米の国だから、ね、うん、下っ端なんだよね。だから、うん、ヨーロッパのプライドからするとアメリカは下っ端だね。そう、下っ端って感じになっちゃってる、うん、そういう付き合いがあるから難しい関係なんだよね、そこがね。だから今のね、北朝鮮情勢ってことをちゃんと真剣に考えると、うん、これはね、もう要するにさ、なんでじゃトランプさんとかね、マスメディアがそういう風にしてるかって言ったら、うん、安倍政権に対する遠慮なんだよね、本当に、ね、そうかもね、うん、もうどうしようもないんだよ、これ、うん、あと、もともとね、何がいけなかったかって、オバマがいけなかったんだよね、うん、あ、本当オバマの時代にしっかり引き締めといてくれれば、こんなにならなかったんだけど、うん、全くそうだね、8年間で、オバマがなんかこう、うん、何にもできないで、なんていうの、強いものには巻かれて、まあ、弱い人には威張って、なんていうの、うん、そういうのはいけないとかなんか言ってて、うん、で結局何にもね、そういうできないから、アメリカが弱かったんだね。だ、うん、アメリカがね、今一番困ってることってのは、うん、北朝鮮は核保有国であることを認めざるを得ないんだよ、本当そうなんだ、うん、そので世界もそう認めてるし、認めるべきだってなってんだけど、うん、問題はイランとか、ね、まあね、別の国たちが中東の方がね、そう、北朝鮮認めるんだったら俺たちはミサイル核配開発でさ、どういうことかって、うん、アメリカがね、攻撃する力を持ってるのに、アメリカに対抗する力を持っちゃいけないのかってところが最大の問題で、うん、世界中の半数以上はアメリカに対して何とかしたいと、うん、でね、河野さんがこの間ね、要するにさ、核廃棄宣言っていうのをやってきて、採択が百何十カ国あったって言ってんだけど、うん、一番問題なのはさ、中国とロシアとシリアと北朝鮮、ここら辺が全部反対してんだよ、うん、まあ、持っている国はそうそう、もう調印しないということは、核持ってる、あとね、書いてないけど、インド、パキスタンも反対だし、全部反対してるの、うん、結局、核廃棄をどんなに言ったって、核を持ってる国は、
それをね合意しないで過去持ってない国が賛成してるだけのこと。そうだよね、うん、だって持ってたらそれは廃棄しないでしょ。だからねこれ核問題に関してはねあるんだってことを考えた上で、うん、全部やんなきゃいけないことをね頭に入れてほしいんだよ、ね、持ってんだからそどうしよう、ね、持ってるところはね捨てないよ、うん、だからいくらくれんだよっていう話でしょ、うん、捨てたら、うん、でアメリカが捨てない限りどこも捨てないんだからアメリカ絶対捨てないでしょ、うん、アメリカはアメリカがリーダーシップ取って核のことをコントロールしたいってで中国とね、うん、そこら辺が全部反発してるだけのことだもん ね、 ねこれは無理だよ ね、 無理だね、うん、だからね今そういうことを考えると、まあ、テロの問題北朝鮮の問題いろいろあるけど、うん、北朝鮮に関してってのは今そういう状態でテロのことはもう話したいんだテロ ね、 ねでテロリストってどういうもんかってことを考えた時に、うん、今のテロリストたちは仕返ししたいんだよねどうやったってアメリカの言うことを聞いてまとわるわけがないんだよないね、うんアメリカに対する仕返しだから報復をしたいんだ、うんうんまあ、これはまず分かりやすいこと ね、 ねそれでテロリストたちがどうかって言った時に、うん、テロリストたちっていうのは間違いなくテロリストだけでイスラム全体は他の宗教と一緒になって平和にやろうなんて思ってないから、うん、で前からね何度も何十回も何百回も言ってるように平和っていうことはあくまでもキリスト教とかそういうこと、うん、たちが言ってることであってね宗教によってヒンドゥー教もそうなんだけど平和ってこと望んでないってこと分かんなきゃいけないだから平和が最高のもんだと思ってるのはあくまでも日本人の幻影であって平和っていうのは今の現状で何度も言うけど、うんね、あの他とのあれを崩さないと、うん、アメリカが頑張って一番偉い国で一番お金を使えて、ね、自由で他の国たちに従いなさいこれが平和ですよって言ってるのに、うん、そんなのはさ納得するわけがないっていうのが今の、うんね、イスラム教彼らからしたら平和は勝ち取るもんだというのが彼らのそうあの意見だと、ね、言っては分かる言って話は分かるよね、うん平和って言ってことは悪い日本人たちは、ねうん、平和ってことは素晴らしいことだと思ったけど、うん、平和ってこんなに悪いことはないって言ってるのが中東アラブだからそれね誰も話さないねジャーナリストたち、うん、なんでだろう知らないわけないと思うんだよね平和は、うん、だからイスラムの例えば日本にいるイスラムたちはさやっぱり戦争は良くないとか言ってるから、うん、あれ嘘だから、うん、いつでも寝首かこうと思ってることは事実なんだよやっぱりイスラムが絶対だよだったらそうじゃなかったらイスラム教を改宗して他の宗教になってるのかしら、うん、だよね、うんこれねちょっとねちゃんと分かんないのかね日本人どう思いますか皆さん。なんでだろう、ねうん、日本っていうのはほらすごくもうヨーヨロズでいっぱい神様がいて何でも認めるのに慣れてしまってるから、うん、他の国の人もそうだと思い込んじゃってるところがあると思う、ね、実際そうなんだよね、うん、だから他の国がねそんな風にヤオヨロズな考えができるかはできないから、うん、神は一人だけみたいなみんななんていうの週に1回ね教会とお祈りったりして他の神様を全部否定してね、うん、やっぱり倒さなきゃいけない、うん、それぞれが俺の神様が正しいっていうのが主張で譲れないものじゃない、うん、信仰心強くて、うん、で日本の人はそれを感覚がわからないから日本ってほらいっぱい神様いて OK な国じゃないだそこが理解しえないっていうかね、うん、難しいところなんだね、まあ、だからそれ考えた時まだまだしばらくかかるなっていうのがね、かかるっていうんじゃなくてイスラム教のあり方とか他の宗教、うん、まず理解しないと始まらないで、ね、日本人はほら宗教がなくていい国でしょ、うん、でこれ日本ぐらいなんで他の国はほとんどが宗教なきゃいけないの、うんね、だから宗教っていうものが下手すると政治どっちが重いかっていうことで、うん、政治が一番重いじゃん日本はでも政治より重いのが、ね、あの大体のイスラム諸国でしょ、まあね、トルコはイスラム教を別に 教典として持ってるけど、うん、政治は別の宗教ってやつだから、ね、トラブルが多いんだけど、うん、それ考えたらさちょっと今政治のことをね言ってる日本人たちちょっと考えなきゃいけないよね考えなきゃいけないね、うん、だってさキリスト教って言ったってさ、うんね、27の種類の本があってさ5000いくつものさこれ見ると詳しいね今ねだからさ、うん、そんなまとまるわけないねだってキリスト、うん、ジーザスって一つの一人の神様を信仰する宗教がそんないっぱい分かれてるんだそうだね、うん、そしたら他のね神様信じてまとまるわけない仏教だそうだよね、うん、要するに仏教って言われてるものがお釈迦様じゃないんだからさ、うん、その後日蓮だとかさでもいろんなのがさ出てきて、うん、それであだこうだ混ぜ返した結果が創価学会で立正構成がいて、うん、ねあの阿弥陀仏のさ浄土真宗が出たっていうところだから、うん、まあね一番なんていうのあれなのやっぱね、神道が一番すごいと思うよね俺たちはね、うん、だからそこだからね、全部認めちゃえみたいな、うん、そうそうそうでもそれが許されるかどうかっていうのはまた難しいところで僕らは神道っていうのは、ね、だから宗教俺たちいらないじゃん
いらないから信徒がいいんだから、うん、まあ、それに困った時の神頼みでいいわけであって、信徒って神の道だからね。年末に行きゃいいんだよね。うん、そうそう、初詣。やっぱり神の道と宗教って違う、教えとさ、神の道を歩いてるのはちょっと違うんだ。ということで、時間がっちゃいましたけど、はい、困った時、今回は、もうね、いろんなことを話しましたけど、はい、また来週ですね。はい、頑張って、テロと北朝鮮行きましょう。さよならです。どうも。この番組は、あなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。